おはようございます、小前です。今からですね、ちょっと夜のカメラ散歩に出かけたいと思います。ではスタート。だいぶ夜は涼しくなりましたね。ちょっと歩いていきたいと思います。こう見ると非常に綺麗ですね。でこの辺はですね、なんかこの辺もいい雰囲気なので撮ってみましょうか。あまり綺麗に撮れませんでした。いつもですね、こうカメラ散歩の時には最初あまり気に入った写真撮れないんですよね。そして少しずつ撮れるかなって。おー、すごいですね。ここもですね、いつも気になる熱帯魚屋さんですね。すごいですね。一度も入ったことはないんですけど、結構いそうですね。こういう何気もないストリートでも何か撮るものはあるのかな。ここはよく来るショッピングモールですね。パン屋さんもあります。何撮ろうか非常に困っております。この辺の雰囲気でも撮りますか。なんかこのダイソーの赤いのがいい感じに全体を映り込んでますね。撮ってみましょう。なんか面白いですね。まずは1枚、この写り方も面白いですね。撮ってみましょうか。どうでしょうか、今日のファッションはこういう感じです。なんかあのガソリンスタンドの角度がいいですね。撮ってみましょうか。どうでしょうか。ちょっと光の加減によってはその海外風にも見えたりします。こういうちょっと電飾も海外っぽく撮ってみましょうか。それほどでもなかったですね。綺麗ですね。ちょっと奥に入ってきました。なんかすごく自転車並んで流行ってそうなお店ですね。最近オープンしたんでしょうか。めちゃくちゃいい匂いがします。倒れそうです。今日はなんか不発に終わりそうです。自信がなくなってきました。こちらは前雨上がりのカメラ散歩で見た喫茶店ですね。ここを撮りましょうか。いい雰囲気ですね。今日は絶不調です。全くいい写真が撮れません。誰か助けて。この動画ボツになるのかな。
ここの喫茶店まだ入ったことないんですよね。トマトですね。ここの雰囲気もいいですね。撮ってみましょう。あ、やっといい写真撮れましたね。だけどもこれでは動画が成立しませんね。こっちからも撮ってみましょうか。あ、懐かしい。何でしたっけ、この豚の蚊取り線香。腰に撮ってみましょうか。どうでしょうか。なかなかいいかもしれません。この階段もいい雰囲気ですよね。あ、いいですね。撮ってみましょう。なかなかいいですね。ちょっと上がってみたいと思います。失礼します。まだ営業してるのかな。めっちゃいいですね。今度この時間に入ってみたいですね。まだやってるんですね。あ、このアングルもいいですね。やっと元気が出てきました。なんか昼間気づきませんでしたけども、ここのエントランスは綺麗ですね。非常にうまいデザインですね。このお宅もすごいですね。信号機でも撮れますか。撮るものがないです。なんか面白い写真が撮れました。さあ帰りたいと思います。はい、今回は不発でしたね。いつもですね、何を撮ろうかなと思って迷いながら歩いてですね、最終的には見つかるんですけども、今回ちょっと全く見つかりませんでしたね。まあ、一番いいといえば最初のマクドナルドですかね。また気を取り直してカメラ散歩を楽しみたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。